ビシュヌ。ビシュヌはヒンドゥー教の神である。ブラフマー、シバと共にトリムルティの一柱をなす。重要な神格であり、特にビシュヌ派では最高神として信仰を集める。ビシュヌ派ではビシュヌは型のない形事上的なコンセプトであるブラフマンと同一視され思考のであるとされ、またビシュヌは世界が悪の脅威にさらされたとき、 混沌に陥ったとき、破壊的な力に脅かされたときには、維持者、守護者として様々なアバターラ、化身を使い分け、地上に現れるとされている。ビシュヌのアバターラのうち有名なものでは、マハーバーラタのクリシュナやラーマーヤナのラーマが、含まれている。また、ビシュヌは、ナーラーヤナ、ジャガンナータ、バースデーバ、といった異名でも知られ、 スマールタハノでは五柱の信仰対象の神々の一人に数えられている。偶像としてはビシュヌは通常青い肌の色で四本の腕を持つ姿で描かれる。下の左手には、下の右手には、上の左手には、上の右手にはを持つ。また、トグロマクの上に横になってまどろむ姿を描いたものも多く見られる。これは現実世界は ビシュヌの夢に過ぎないという神話の一場面を切り取ったもので、通常彼の配偶神であるラクシュミーが一緒に描かれる。ビシュヌという名前には甘ねく満たすという意味があるとされる。紀元前5世紀頃のベーダーアンガの学者は、彼のニルクタ、語源に関する書物の中で、ビシュヌの語源をどこにでも入るもの、火星や束縛から離れたものがビシュヌであるとしている。 中世インドの学者は、浸透するという意味の、ビシュ、ビスに、ビシュヌの語源を求めている。すなわち、ビシュヌは、どこにでも存在し、すべての中に存在するものという意味を含むとする。比較神話学者、ジョゼフ・キャンベルの、千の顔を持つ英雄で、ビシュヌが扱われている。ビシュヌについて、アルジュナの言葉では、あなたの終わりも中間も、また始まりも私は認めない。 あなたは、全世界をあまねくむさぼりつつ、燃え立つ口で舐め渡す。ビシュヌの描写は次のようにある。ビシュヌ自身の言葉は壊れ。ベーダの時代にはビシュヌは、インドラやアクニのような、目立った神格ではなかった。紀元前2000年頃のリグベーダに含まれる1028の三家のうち、ビシュヌに捧げられたものは5つにとどまる。ビシュヌは、ブラーフマナ、 紀元前900から500年で研究され、それ以降存在感を増していき、やがて、ブラフマンと同等の最高位の神格として、進行を埋めるようになった。ベーダの全体で見るとビシュヌに関する研究は多くなく、神格としての設定も、ありきたりと言えるが、は、リグベーダにはいくつか、目を引く研究も見られるとしている。例えば、リグベーダにはビシュヌは、死後のアートマン。 魂が住まうという、最も高いところに住むという研究があり、これが後に、ヒンドゥー教の救済論と結びつきビシュヌの人気を高め、原因の一つになったのではないかという指摘がある。またベーダには、ビシュヌは、天と地を支えるものであるとする記述も見られる。ベーダでは、他の神へ向けた参加で、ビシュヌが触れられる例がたびたび見られ、特に、インドラとのつながりが感じられる。インドラが、 悪の象徴であるブリトラを倒す際にはビシュヌが手を貸している。リグベーダの複数の参加でトリビクラマと呼ばれるビシュヌにまつわる神話が語られており、これはヒンドゥー教の最も古い時代から継続的に語られている神話のうちの一つである。トリビクラマは古今を問わずヒンドゥーの宗教美術に着想を与えており、例えばエローラセックス軍のものは ビシュヌのアバターらとしてのバーマナのトリビクラマが描かれる。トリビクラマとは散歩という意味を持つ。この神話では、取るに足らない風貌をしたビシュヌが一息に巨大化し、最初の一歩で地上をまたぎ、二歩目で天をまたぎ、三歩目で天界のすべてをまたいだと語られる。ビシュヌスークタとも呼ばれる。この三家には救済論が含まれているとされる。この三ではシュヌは三歩目に、 死を免れない者たちの領域を超えたことが示されている。そこは最も高い場所であり、神に敬した者たちが幸せに暮らすとされている。紀元前8から6世紀ではこのテーマをより深く掘り下げている。ここでは3つの世界、トリロカをアスラに奪われた神々をビシュヌが代表し、トリビクラマにより世界を奪い返す。ここではビシュヌはすなわち死を免れない者たちの救済者であり、 神々の救済者でもあると読み取れる。にはビシュヌ派の誤示する半信論的アイデアを見つけることができる。ビシュヌ派では最高神であるビシュヌは経験的に知覚できる宇宙にあまねく宿っているとされる。シャタパタブラーフマナニテプルシャナーラーヤナ、ビシュヌは以下のように語る。すべての世界に私自身を置いた。私自身にすべての世界を置いた。 さらにこのシャタパタブラーフマナは、ビシュヌとすべての知識、すなわちベーダを投下であるとする。すなわち、宇宙のすべての本質を不滅であるとし、すべてのベーダと宇宙の原則を不滅であるとし、ビシュヌである、この不滅のものはすべてであると主張する。ビシュヌは、すべてのものと生物に染み渡っていると描写されている。これをは、ビシュヌは、本質的な原則として、超越的な事故として、 常に全てのものと生物の中に存在し続けていると表現する。ブラーフマナを含むベーダの聖典はビシュヌを称賛しながらもビシュヌの下に他の神々を従属させない。ベーダが提示するのは包括的多元的な単一心境である。字には明確に偉大な神々も非償な神々も若い神々も年老いた神々もという呼びかけが行われることもあるが、 これは神々の神聖な力を分かりやすく表現する他の試みであり、いずれかの神がいずれかの神に従属しているという表現は見つけられない。一方で、ベーダの三家の中からすべての神々がそれぞれ思考であり、それぞれ絶対的であるという表現を見つけることは、たやすい。と呼ばれる108のウパニシャットのうち、ビショヌ派のウパニシャットが14存在する。 これらがいつ編纂されたものかははっきりとは分かっていないが、紀元前1世紀頃から17世紀頃までと幅を持って見積もられている。これら媒種なバウパニシャットは、ブラフマンと呼ばれる、形事上的な現実としてのビシュヌ、ナーラーアヤナ、ラーマやあるいは、ビシュヌのアバターラの一つに焦点を当てる。そして倫理から信仰の方法まで広範な話題を取り扱う。 ビシュヌ派のプラーナ文献ではビシュヌに主眼が置かれる。によればこれらビシュヌ派のプラーナとして特に重要なものには、と挙げられる。プラーナは様々な立場から語られる宇宙論や神話、様々な生き方に関する博物学的内容、加えて中世に書かれたものには、マーハートミアと呼ばれる地域ごとのビシュヌ人を紹介する旅ガイドのようなものが含まれる。 ビシュヌ派のプラーナに語られる様々な宇宙論を例として挙げると、例えばビシュヌの目は南野にあり、そこから宇宙を観察しているとされる。また、バーユプラーナの四章八十節ではビシュヌは金の卵の胃であったとされ、そこから一斉にすべての生物のオスとメスが生まれ出る。プラーナによってはシバやブラフマー、シャクティが宇宙論の中心となるが、 ビシュヌ・プラーナはビシュヌを中心に宇宙論を展開する。ビシュヌ・プラーナの二十二章では彼の多くの異名、称号、例えばハリ、ジャナルダナ、マダーバ、アチユタ、フリシケシャなどをもってビシュヌを来賛する。ベーダーンタ学派のラーマーヌジャは、ウパニシャットで議論のあった根元原理ブラフマンをビシュヌと同一詩の基礎を築いた。 バーガバタ・プラーナの例えば一巻二章十一節などでは、ビシュヌは、ブラフマンと同一視される。曰く、よく学び絶対の真理を知る超越主義者はこの無二の本質をブラフマン、あるいはパラマートマ、バガバーン、ビシュヌのことと呼ぶ。ビシュヌのアバターらであるクリシュナに焦点を当てるバーガバタ・プラーナは、最も人気があり、最も広く親しまれているプラーナで、 ほぼすべてのインドの言語に翻訳されている。この文献も他のプラーナと同様に、宇宙論、経譜学、地理学、神話、伝説、音楽、舞踊、洋画、文化など、あらゆるテーマを扱っている。バーガバタプラーナでは、慈悲深い神々と、横島なアスラ、悪魔との戦争で、アスラが勝利するところから、物語が始まり、そしてその結果として、アスラが宇宙を支配する。 ビシュンヌはまずは、アスラと和解し、彼らを理解し、その後に独創的な方法で彼らを倒し、そして希望と正義と自由と善を取り戻す。これは、様々な伝説に繰り返し登場するテーマとなっている。バーガバタ・プラーナはビシュンヌ派において特に信仰を集めている。このプラーナに見られる、ビシュンヌの活躍は、演劇、舞台芸術の世界にも影響を与えており、例えば、オリッシー、 という形で、祭りの期間などに上演される。ベーダやウパニシャットには見られないことだが、プラーナのいくつかのバリエーションではビシュヌが最高神であり、他の神々が依存する存在であると語られる。例えばビシュヌ派のプラーナでは、ビシュヌは創造神、ブラフマーの根源であるとされる。ビシュヌの宗教美術ではしばしば、ビシュヌのへそから伸びるはずからブラフマーが生まれる様子が、久しれる。 したがって、ブラフマーは、宇宙のすべてのものを想像したが、現初の海は想像しなかったとされる。対照的にシバ派のプラーナでは、ブラフマーとビシュヌは、アルダナーリー・シュバラ、シアとパール・バティの融合した神から誕生したと語られている。あるいは、ルドラ、シバの全身がブラフマーを想像したり、または、カルパ、宇宙の寿命ごとに、ビシュヌ、シバ、 ブラフマーが持ち回りでお互いを想像するとされる。また、ビシュヌ派のプラーナの中にはビシュヌがルドラ、すなわちシァの姿を借りて、あるいはルドラに命じて世界を破壊するというエピソードも存在する。その結果宇宙は崩壊し、時間とともにビシュヌに再吸収される。その後宇宙はビシュヌから再び創造され、新しいカルッパが始まる。 他にも様々な宇宙論が存在し、宇宙はビシュヌではなく、シバに吸収されるのだとするものも存在する。タミル語で書かれた古典文芸、サンガム文学が1世紀から3世紀を中心に盛んになった。これら、タミルの文献は、ビシュヌやクリシュナ、ラーマといったビシュヌのアバターら、それから、その他、シバやムルガン、スカンダ、ドゥルガー、 インドラといった半インドの神々を信仰した。これらサンガムではビシュヌはマヨン、マヨンと呼ばれる。マヨンは色の黒いものを意味し、これは北インドの言葉におけるクリシュナと同じ意味を持つ。その他にもビシュヌを指す言葉としてサンガムにはマヤバン、マヤボン、マミヨン、マミヨン、ネチヨン、ネチヨン、ヨンマル、マル、マヤン、マヤンといった言葉を見つけることができる。 サンガム以降、おそらく5世紀に書かれたと考えられているタミルのジョジシトではクリシュナが主題となっている。これらのジョジシには、例えば幼い時にバターを盗んだ話や、少年期には、沐浴をする女の子たちの服を隠してからかった話など、インド各地でそれぞれに発展したクリシュナにまつわる神話の共有が見られる。5世紀前後に発展したビシュヌに関わる、 様々なアイデアは12世紀以降にインド全土で優勢となるバクティ山ンにおいて重要な意味を持つ。5世紀から10世紀にかけてと呼ばれるタミルビシュヌ派の詩人たちが活躍し、彼らはビシュヌを称える歌を歌いながら各地を巡った。彼らはシュリーランガムをはじめとするサイと巡礼地の形成に関わり、ビシュヌ派の思想を広めた。 にまとめられた彼らの死はその後ビシュヌ派の重要な聖典へと発展する。バーガバタプラーナでは、バクティ思想を強調する一方で、RR への研究が見られ、これらはバクティ思想が南インドに起源を持つとする学説の根拠となっている。ただしこの論拠は、バクティ思想が南と北で同時発生した可能性を否定しきれないという指摘も存在する。 バーガバタプラーナにはビショヌ派の思想がまとめられており、そこには、シャンカラの哲学、すなわち、アートマンとブラフマンを融合するといった議論や、この本質の中にブラフマンを戻すといった、アドバイタ的、不二十一言論な議論が語られている。このプラーナでは、盲目者、解脱が、英語とは、単一、生徒、サーユジャ、没入、として説明され、そこでは、子は、 完全にブラフマンに没頭すると語られる。ルクミニ、T.S. ラックモニーによれば、バーガバタプラーナは、この魂、アートマンの絶対、ブラフマンへの回帰と絶対への融合を提示しており、これは疑いなく、アドバイタ的傾向であるとする。バーガバタプラーナは、これと同じ節に、ビシュヌ、とりわけ、クリシュナのことを宣言する対象として触れており、 そのためバガバットギーターで語られる三つの道のうちのバクティヨーガを提示しているとされている。バガバットギーターは、知覚可能なものと知覚不可能なもの、すなわち魂と物質の双方を扱っている。とダニエル・マグワイア、ダニエル・マグイレは、バガバットギーターは宇宙を、ビシュヌ、クリシュナの体として描いていると表現する。この文献の中ではシュヌは、すべての魂、すべての物質、 時間をあまねく満たしていると語られる。では、ビシュヌとシュリー、ダクシュミーは、分離不可能な存在として描かれ、二柱が共に、宇宙をあまねく満たすとしている。二柱が共に創造神であり、その創造自体にも二柱が偏在し、創造を超越するとされる。バーガバタプラーナでは、多くの不死で、ブラフマン、特にトクニとシャンカラの不二十一言論が並列に語られる。 下に一例を挙げる。研究者たちはビシュヌ派の理論を、ウパニシャットに見られる、ボンガ一行の議論を基礎に置くものと考えており、これを、一元論的有心論、一元論東洋と呼んでいる。バーガバタプラーナは、ビシュヌとすべてのものに宿る魂、アートマンは同一のものであると主張している。は、バーガバタプラーナに語られる一元論は、ベーダーアンタ、 ウパニシャットほぼ同義を基礎に置くものだとしながら、しかし、シャンからの一元論とは、明確に同じものだとは言えないとする。バーガバタプラーナでは、知覚可能、および知覚不可能な宇宙はともに、同一の単一の存在の権限であり、これはちょうど太陽から熱と光という違う現実が、出現するのと同じようなことであると語られている。 ビショヌ派のバクティ信仰では、ビショヌには例えば全地の存在、活力に満ちる、大力の、君臨する、輝くような、といった、様々な性格が付与される。マドバチャーリーアーノトクマドバベーダーアンタでは、クリシュナの姿をするビショヌを、最高位に位置する創造神として、一つの、神格として、偏在する神、すべてを飲み込む神として、下脱。 もクシ者へと導いてくれる知識と音調を与えてくれるものとして扱っている。加えて、マドバ・ベーダンタでは、最高神である、ビッシュヌ・ブラフマンと、生の持つ魂、アートマンを二つの別々の現実と本質を持つと、捉える、二言論。一方で、ラーマアヌジャの特ュリー・バイシュナ・バハでは別の、ものであるが、同じ本質を共有するものとして捉えている、一言論。 富と幸運と繁栄の女神、ラクシュミーは、ビシュヌの妻であり、ビシュヌのエネルギーの源であるとされている。ラクシュミーはまた、ビシュヌの八つの力の源であることから、ティルマガル、セロをマゲルとも呼ばれる。ビシュヌが、アバターラ、例えば、ラーマやクリシュナとして地上に現れる時にはラクシュミーも、それぞれ彼の配偶者であるシーター、として転生するとされている。トリムルティ、 三つの形の意は、創造、維持、破壊という宇宙の持つ三つの機能は、創造を司るブラフマー、維持を司るビシュヌ、破壊、再編を司るシバという形で神格化されるという、ヒンド教のコンセプトである。シバとバシュヌは、宗派によっては、最高神として捉えられる場合がある。ハリハラは、右半身がシバで、左半身がビシュヌの深格であり、 西暦500年頃から宗教芸術として登場するようになり、例えば6世紀のでも見られる。またそれとは別に、ハリルドラと呼ばれる半身が、ビシュヌ、半身が、シァの神格がマハーバーラタに触れられている。ビシュヌのバーハナは、ガルバと呼ばれるワシである。トリムルティの中で維持という機能を任されるビシュヌは、ブラフマーやビシュヌよりも強く、 アバターラというコンセプトに関連付けられる。ビシンヌのアバターラは善に力を与えるため、悪と戦うため、すなわちダルマを修復するために地上に現れる。ビシンヌのアバターラの持つ役割は、バガバットギーターの一説によく表定いる。ビシンヌのアバターラは、典型的な例では、悪が勢力を強め宇宙を不均衡に陥れた場合など、宇宙が 危機にさらされた時にはいつでも現れるとされている。ビシュヌは、知覚可能な形を持って現れ、悪をあるいはその源を破壊し、善と悪という宇宙に常に存在し続ける力の、均衡を修復する。ビシュヌ派に語られる、ビシュヌのアバターらのうち、最もよく知られ、よく信仰されるものは、クリシュナ、ラーマ、ナーラーヤナ、バースデーバである。これらのアバターらは、 多くの文献に語られ、それぞれの性格、神話を持ち、宗教芸術という形で表現されている。例えばクリシュナは、マハーバーラタではクリシュナが、ラーマーヤナではラーマが活躍する。バーガバタプラーナでは、ビショヌのアバターラは、無数に存在すると語られているが、中でも十のアバターラ、すなわちダシアアバターラは重要なものとして特に信仰されている。 ビシュヌの銃の重要なアバターラは、バーガバタプラーナに語られており、三十九の重要なアバターラがに語られている。十世紀以前には、すでに重要なアバターラは銃という数で定着していたようである。最もよく知られる銃の組み合わせが、ダシャーアバターラ、銃のアバターラの意と呼ばれており、バーガバタプラーナに語られているのだが、名前の並びに違いがありごパターン存在する。 フレダ・マチェット・ワコのバリエーションに関して、優先順を暗示することを避けるために、あるいは抽象的な並びに定義をつけるため、解釈を制限するために編集者が意図的に変更した可能性を指摘している。ビシュヌの多くの名前と信奉者が、ビシュヌ・サハスラ・ナーマに集められている。有名なものは、マハーバーラタに収められているもので、ビーシュマは、クルクシェートラの戦場にて、 クリシュナの前でこれを暗唱し、ビシュヌを最高神として称える。比較神話学者、ジョゼフ・キャンベルの、千の顔を持つ英雄では、次の例が挙げられている。祝教の文献には、娯楽、ゴークという名前で、ビシュヌが登場する。例えばでは、娯楽は言葉を与え、知恵を示してくれるグルとして商用され、彼を通して内在性の気づきを得られるのだとる、アービンド。 あるイコールシンマンディール、アービンドパール、シンマンデアによれば、グルナーナクは、グルは、シバ、イーザーであり、ビシュヌ、ゴークであり、ブラフマー、バーマであり、パールバティ、パーベティであると解き、一方で全てであり、真実である神は記述できないと記している。祝ク教の文献には、ビシュヌの24のアバターらが紹介されており、リストには、ヒンドゥー教のクリシュナ、ラーマと、 仏教のブッダがビシュヌのアバターラとして含まれている。同様に宿教の文献にはビシュヌ派に見られるビシュヌに関する神話がそのまま取り込まれている。校舎は特にサナターニシーク、サナタンシークスに重視されている。ヒンドゥー教のいくつかの宗派がブッダをビシュヌのアバターラとして捉えている一方で、スリランカの仏教との間ではビシュヌはスリランカの守護神であり、 かつ、仏教の守護神として、信仰を集めている。スリランカではビシュヌは、または、ウタパラバルナとして知られている。ウタパラバルナは、青いハスの色をしたものという意味になる。スリランカでは、多くのヒンドゥー寺院、仏教寺院がビシュヌを建て祭っている。明確に、ビシュヌを建て祭る寺院、やデバラヤに加えて、すべての仏教寺院は、必然的にメインの仏殿。 デバラや金にビシュヌを建て祭る道を備えている。ビシュヌに関する宗教美術は今は神ザブ仏教が広く信仰を集める東南アジアの遺跡から見つかっている。例えば、太陽国のマレーシア国境付近では4世紀から9世紀、頃のものと思われる4本腕のビシュヌ像が見つかっており、インドからも同じデザインのものが見つかっている。同様に、 タイ中部のプラーチンブリー県やペッチャブーン県から、また、ベトナムのドンタップ省、ザン省から見つかっている。カンボジアのタケオ州や、その他の州からは7世紀から9世紀頃のクリシュナ像が見つかっている。インドネシアの島々からは早いものでは5世紀頃のビシュヌ像が複数見つかっている。像に限らず、ビシュヌに関する石碑や彫刻、例えば、 トリビクラマをモチーフにしたものなども、東南アジアの各地で見つかっている。それらの中にはスールヤや,や、ビシュヌとブッダを融合させたようなものも存在する。日本の仏教ではビシュヌは、ヒヒモテンとして知られ、13世紀に日蓮のまとめた文献などに登場する。音社語としては、ヒヒモテン、イヒ,ヒモテン、ビシ質ヒモ、ヒシ質度などがある。現存する。 ビシュヌ寺院の中で初期のものは6世紀頃まで遡る。例えば、ウッタルプラデーシュ州ジャーンシーのサルバトバドラ寺院、サーバターバドラテンプルは6世紀の初期のもので、テーマとしてダシャーバターラに焦点を当てている。四角に配置された、この寺院のデザインやビシュヌの表現は10世紀頃に、書かれたヒンドゥ建築に関する文献、例えば、ブリハット・サンヒター、や、 ビシュヌダルモッタラプラーナのインストラクションにおおむね合致する。考古学的な研究からビシュヌに関する寺院や偶像は紀元前1世紀にはすでに存在していたことが分かっている。これら初期の痕跡としては例えばラージャスターン州のビシュヌに関する石碑二つ見つかっており、これらは共に紀元前1世紀頃のものでサンカルシャナ、サンカーショナとバスデーバに関する記述が見られる。 また、紀元前一世紀以前のものと考えられるベスナガルのガルダ石柱では、バーガバタ寺院について触れられている。マハーラーシュトラ州の洞窟で見つかったナーガニカー、女王の碑文にも、多数神々の中にサンカルシャナとバスデーバの名前を見つけることができる。マクラーでもいくつかの発見があり、それぞれ聖歴の初め頃のものと考えられている。 ケーララシューティルバナンタプラムノはビシュヌを建て祭っている。この寺院はその長い歴史の中で金や宝石など多くの鬼神を集めている。によれば古代エジプトの神ホルスもビシュヌと同様に三神一体を成す一柱である。は、それを受けて若い頃のホルスが年上のホルスに乗る姿はガルダに乗るビシュヌに似ているとして関連を指している。は、一方で 三上一体の理論がエジプトとインドの双方に存在するとはいえ、ホルスとビシュヌに繋がりがあるとする見方は疑わしいとする。は、エレノアヘリンによって発見された小惑星である。は、アリゾナ州のグランドキャニオンで見つかる火山堆積物である。その結果として、巨大なビシュヌ変岩の塊は、ビシュヌ寺院と呼ばれるようになった。2007年、 ロシアのボルガ側の打ち捨てられた村から7世紀から10世紀頃のものと思われるビシュヌ像が見つかっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。